関連質疑を許します。大塚耕平君。民主党の大塚でございます。国民栄誉賞の谷議員から文科大臣と財務大臣に今ご要望がありましたが、お二人とも元国対委員長ですから、国対ぜひよろしくお願いします。はい、さて、今被災地の復興がれきのことについて谷委員からご質問がありましたが、被災地の復興を成し遂げると同時に日本の新たな飛躍に向けて、経済も成長させていかなくてはならない、これは車の両輪だと思っております。私は今度はその成長に関わる話を少しお伺いしたいと思います。今の政権になりましてから総合特区制度というものがスタートをしておりますけれども、この総合特区制度をご存じない、あまりお詳しくない委員の方もいらっしゃるかもしれませんので、その経緯、趣旨、そして現状について、ご説明をいただきたいと思います。はい、総務大臣川端達夫君。お答えいたします。議員は党の方のこの取りまとめの責任者でありますので、あえてお問いいただきましてありがとうございます。総合特区制度創設は経過から申し上げますと、まず一昨年6月18日に、閣議決定で新成長戦略を決めました。その中で21の国家戦略プロジェクトというものを決定したわけですが、その中の一つとして位置づけをされまして、昨年8月1日に法施行を得まして、昨年末12月22日に、第一次の指定区域として33区域、国際戦略総合特区7区域、地域活性化総合特区26区域指定されたところでございます。その制度趣旨としては、国際競争力の強化、地域の活性化のための包括的先駆的なチャレンジに対し、地域資源を活用すると実現可能性の高い区域を厳選した上で、規制の特例処置や税制財政金融処置により総合的に支援することで、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るものとされているところでございます。そのために国としては、地域の取り組みが実現できるように、規制緩和等の最大限の努力や前向きな対応が求められると同時に、地方側もですね、単に国に対する支援要望ではなくて、地域資源の徹底活用、地域独自の戦略的な取り組みなど、地域の本気度が試されていると考えておりまして、現状としましては、すでに総合特区法に盛り込み済みの規制特例税制措置や、総合特区推進調整費等の活用を予定している17特区の計画について、内閣総理大臣による認定を行ったところでございます。さらに、現在、規制の特例処置等にかかる地方からの独自提案について、その実現に向けて国と地方の協議に入ったところでございまして、すでに全国総合特区が出席していただきまして、1月18日には国と地方の協議会を開催するなどして、現在協議を進めているところでございまして、今後必要に応じて政務レベルの協議も行って、協議が整ったものについて順次追加認定、既存計画の変更認定を行っていくことと予定をしております。今回、応募、それから選考、現在進行中含めて、地方の皆さんが独自のアイデアを凝らして、大変熱心に取り組んでいただいていると同時に、我々としても、法の規制緩和だけではなくて、財政金融の処置も取るということで、ぜひともに前に進めてまいりたいと思っているところでございます。はい、大塚君。今、地域活性化総合特区と国際戦略総合特区というお話があったんですが、とりわけどちらも大事なんですが、国際戦略総合特区の7地域について、大臣でも結構ですし、政府参考人でも結構なんですが、7つの地域について、もし今、ご説明していただけるようであれば、お願いできますか。今日は参考人いらっしゃいますか。はい、はい、内閣官房地域活性化統合事務局長代理枝広直樹君、直樹参考人。お答えいたします。国際戦略総合特区7地区でございますが、北海道のフードコンプレックス国際総合特区、筑波の国際戦略総合特区、東京はアジアヘッドクォーター特区、それから京浜の臨海部ライフイノベーション特区、中京のアジア
航空宇宙産業クラスター形成特区、関西はイノベーション国際戦略特区、それから北九州のグリーンアジア国際戦略総合特区など、現在我が国が目指すべき、グリーンイノベーション、ライフイノベーション、そして、航空産業、そして、食品産業、そういう戦略的な分野に関わる総合的な取り組みをしている、こういうところが指定を受けてございます。はい、大塚康平君。参考にもう一回お願いしたいんですが、7つのうちですね、やっぱり非常にこの趣旨に沿った4つと、それから少しさらに工夫が必要だと思われる3つ、我々分けてちゃんと与党としてのお考えを伝えてたと思うんですが、今ご認識のところを少し開陳していただけますか。我々の認識がどうであったか、皆さんもどう受け止めているかということについて。はい、江田博地域生活課統合事務局、江田博参考人。本制度の創設以降、与党からはご指摘を多々いただいてございますが、その中で、筑波国際戦略総合特区、そして、アジアヘッドコアクォーター特区、これは東京でございますが、それから大阪、京都中心、兵庫中心といたしました関西イノベーション総合特区につきましては、それぞれの関与する自治体や関連機関との連携の問題や、目指すべき目標設定のあり方、そして過去研究開発等で実施されてまいりました成果と、この国際戦略総合特区との関連性、そうした多方面からのご指摘を、これまでいただいております、与党からいただいております。それを受けまして、本年1月18日に各特区の指定を行いましたが、その際に留意点といたしまして、実施主体にいたしまして、さらなる詰めをお願いをしたと、こういうことでございます。はい、大塚君。この制度は党派関係なくですね、ぜひ野党の先生方にもご支援いただきたいので、もう少し私の方から簡単に申し上げますと、北海道の農業、北九州福岡の環境、愛知岐阜の航空宇宙産業、川崎神奈川の医療、これはですね、非常にその目的も明確で、非常にその地域がこれまで進めてきたこととうまくマッチして、非常にクリアな計画なんですね。ところが東京と京阪奈学園都市を中心にした関西と、それから筑波というのはですね、もともとこの数十年特区のようなものなんですね。しかしなかなかそれが成果を上げられていないというところに、今日の問題の原因の一部もございますので、この3つの地域の皆さんには相当いわば気合を入れてですね、しっかりやっていただかないといけないということでありますが、そのことは事務局もちゃんと認識していただいてますか。はい、江田博参考人。そうです。はい、川端総務大臣。詳細に検討、ご議論をいただいて、ご提案をいただきました。我々の認識もまさにそのように思っておりまして、提案していただいて、本当に、特色を生かして、独創性と特徴を生かして頑張っていただいているテーマと、もう少し工夫と本気度を含めてです、いるというふうにご指摘をいただいたのは、私たちも全くその通りだと思っておりまして、これからいろいろ詳細詰めていく中では、そういうことが最大、よりよく改善されるようにですね、我々はぜひ注目してまいりたいし、いろいろ意見交換もして、よりも良い制度として、本当に意義があるものでないとですね、意味がありませんから、そういうふうにやってまいりたいと思っております。はい、大塚康平君。ぜひよろしくお願いします。先だってその7つのうちですね、最も熱心で、かつ制度の趣旨をよく理解してお取り組みいただいている北九州福岡視察に行ってまいりました。その北九州福岡は環境技術を中心に、イノベーションにチャレンジするということなんですが、その中で九州大学にお邪魔しましたら、大変ですね、
まあ、将来有望で、かつ我々もワクワクするような研究をご紹介いただきました。まあ、一つ委員の先生方にもぜひご理解いただきたいと思いますので、九州大学の次世代燃料電池産学連携研究センターで行われている次世代燃料電池 SOFC トリプルコンバインドシステム、これの概要についてですね、少し分かりやすくご説明いただけるとありがたいんですが。はい、牧野誠州経済産業副大臣。お答えいたします。それこそ新エネルギー、新素材、IT 等については先生は本当にベテランでございますので、私が答弁していいのかどうか分かりませんが、トリプルコンバインドシステムにつきましては、ガスタービンと蒸気タービンの複合発電システムに、固体酸化物系燃料電池、SOFC を組み合わせた発電システムであり、火力発電システムの発電効果をおおむね 20% 程度向上させることが可能なものと、このように伺っております。従いまして、計算上 40% あれば 60%、50% あれば 70% ぐらい発電効果があるということを伺っておりまして、大変大きな関心を持って、この発展、開発のために政策を進めていきたい、このように考えております。はい、大塚康平君。まあ、なかなか簡単に説明するのは難しいんですけれども、皆さんのお手元にもですね、1枚紙資料が提出をされておりますが、まあ、右下の数字で3ページと書いてある方のこの上の棒のようなものがですね、まあ、これが燃料電池なんですね。で、これがその下の右下のこの SOFC という、まあ、筐体の中に入ってですね、で、まあ、これが裏を見ていただくと、こうずっと積み上げていくと、これがまあ燃料電池を核とした発電所になるわけなんですけれども、これ現地の研究者の皆さんとお話をしましたら、この3ページに見えてあります絵のこの一つの SOC がですね、大体14メートル ×5 メートルで70平米なんです。で、これが発電する発電量を原子力発電所の発電量と換算しますと、この4階建ての建屋がもし建てられればですね、1キロかける1キロのブロックが2ブロックあるとですね、ほぼ原子力発電所の3000万キロワットをカバーするというですね、まあ、大変素晴らしいもので、まあ、あとは国を挙げてこういうものを支援していくということが大変重要なんですけども、このプロジェクトにはどのくらい国の支援が行われてますでしょうか。はい、牧野経産副大臣。ただいまトリプルコンバインドシステムを実現するですね、平成24年度の政府予算案としては9億円を今計上させていただいております。24年度より3年間の計画で、高圧化に耐えうる燃料電池の開発や、複合開発システムと燃料電池の連携のための制御技術の開発等を行うべく、努力をしているところであります。それでも本研究開発は独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構ネドですねの公募事業として、民間企業、大学等が連携して研究開発を実施していく予定であります。大塚康平君。もう相当実用化が近い段階まで来ていて、まあ、これから9億円、まあ、今年度の予算ですから財務大臣これは一つよろしくお願いしたいんですが、まあ、9億円でさらに前に進めば素晴らしいことだと思います。で、合わせてですね、この研究所をお邪魔する前にですね、有機光エレクトロニクス EL、まあ、要は液晶画面の研究所もお邪魔したんですけども、これについても少しご説明できる方、もし登録されてましたら説明してください。はい、内閣府泉進一郎政務統括官。お答え申し上げます。ご指摘の研究開発は、今おっしゃられました、有機EL につきましてですね、有機EL デバイスの長寿命化、あるいは、発光効率の高発光効率化、あるいは低コストを実現する材料の開発、あるいはそのためのプロセス技術の開発を内容としてございまして、最先端研究開発支援プログラムという、国のプログラムを通じまして、
平成21年度からの5年間の研究開発に対しまして、約34億円の資金が配分されているところでございます。こういった研究開発を通じまして、有機光エレクトロニクスに関する研究開発の拠点づくり、あるいは技術開発の加速化、将来の新しい産業育成を図ることが目指されているということでございます。はい、大塚君。先に財政支援の数字も言っていただきましたが、約30億円なんですね。でこの技術を開発していらっしゃる先生にお伺いしましたら、もう自信満々でですね、これが特許さえ確保できていれば、第6世代とか第5世代の液晶画面って言ってましたが、100% 日本のシェアになると言ってですね、自信を持っておられました。30億、拠出をしておられるんですけども、9億の燃料電池への財政支援、30億のこの有機光 EL への財政支援、総合特区を核にですね、着実にこういうことが進んでい、っていただきたいなと思っているんですが、総合特区は他の地域でもいろんなことが動き始めているんですけれども、今度は関西ですね、関西の方でも今厚生労働省といろいろご相談事が進んでいるように聞いておりますので、少しどういう内容かご説明いただければと思います。はい、小宮山厚生労働大臣。関西イノベーション国際戦略総合特区、この申請で京都府から旧私の仕事館をスマートグリッド等の研究拠点施設として活用するために、国からの無償譲渡のための特例措置に関する提案が行われています。でこの特例措置の提案につきましては、旧私の仕事館を活用した事業の内容、体制などが産業の国際競争力の強化という国際戦略総合特区の事業としてふさわしいものか、それを見極めていく必要があると考えています。このため現在、国と地方の協議会で研究事業の内容、施設、研究の運営体制等につきまして、京都府と協議をしているところです。はい、大塚君。後ろで私の敬愛する西田委員が使ってくれよと言っておられますので、ぜひ有効活用したいと思うんですが、小宮山大臣、この私の仕事館は今事実上閉鎖されているわけですが、これを作るのと運営に要する費用として今までにいくら投入されましたでしょうか。はい、小宮山厚生労働大臣。これは旧私の仕事館は平成15年度から平成21年度まで運営されていましたが、建設費として581億円、運営費として108億円、合計689億円が事業主負担の雇用保険料を財源として国から支出されていますので、そうであるからこそ今回また有効利用するように最大限努力をしていきたいと思っています。以上。大塚康平君。有効利用はぜひしていただきたいので、話がまとまることを期待しておりますが、今日あえて私がこの話をさせていただいておりますのは、片方でたった9億で世界の燃料電池の最先端を行くような開発が行い得たり、あるいはたった30億で世界の液晶画面のシェアを日本にしっかり取ってくるような研究開発ができる一方で、財源の資金の種類は違いますけれども、なんとその700億円近い財源を投入したものが引き取り手もなく今空き家になっているというですね、こういうことが長年そのいろんなところで起きていたことが今日の財政状況のミクロで見た現象面の原因だと思うんですが、財務大臣、感想をちょっと聞かせてください。財務大臣安住淳君。ご指摘のところは たくさんあると思います。特別会計等を使ってそれぞれ その役所が総合的な施策の中で選択をしたというよりは、やはり縦割り行政の中で自分たちの世界の中でですね、そういう予算が結果的には今大塚委員のようなトータルでいうとバランスが悪いということでしょうけれども、そういう予算の使い方になったのではないかと思います。大塚康平君。今日は副総理にもおいでいただいてますので、行政改革の責任者でもあられますので、限られた財源を本当にその意味のある使い方をしていく、このことが必要だという趣旨で今いくつか質問させていただいておりますが、副総理からも感想とご決意を聞かせていただければと思います。岡田行政改革担当大臣。今のお話聞いておりましてですね、
やっぱり私はそういった過去に行われた間違いということに対してきちんと総括をする、ですから、その時決めた人たちは今やもういなくなっているとは思いますが、そういう経緯も含めてきちんと総括がなされなければ同じことがまた繰り返されるということではないかと思います。はい、大塚君。重ねて西田さんからやってくれと言っておられますので、しっかりいい方向で進めたいと思うんですが、小宮山大臣、これは厚労省の所管ではないんですが、スマートグリッドの研究センターにするという申し出が関西からあるわけですから、これはその申し出の内容がしっかりしてなければですね、厚生労働省もあまりその軽々にはいそうですかというわけにはいかない、またそこが甘くなると同じことが繰り返されますので、所管ではありませんが、そこは与党なり、あるいは野党の皆さんもそうですが、国会やですね、関係省庁がなるほどこのスマートグリッドの研究センターの計画であればうまくいくということで、我々や関係省庁が納得するまでは厚生労働省も簡単にはうんと言わないということでよろしいですか。はい、小宮山厚生労働大臣。おっしゃる通りの方向でやりたいと思います。大塚君。ありがとうございます。結局科学技術もですね、実は小さな額で効果が出るのはそれに越したことないんですけども、非常に小規模な金額をいろんな研究室やいろんなプロジェクトに振り分けている結果、科学技術の公共事業というふうに言われて揶揄されている面もありますので、ぜひですね、その点も認識を共有していただければというふうに思います。さて、この総合特区はですね、先ほど川端大臣からもご説明いただきましたが、財政措置は後からついてくるんですね。まずは規制改革とか、それぞれの地域が自助努力で、環境であるとか農業であるとか目的に掲げた分野で、成果を出せるかどうかということにかかっているわけでありまして、そうするとその規制改革というのが非常に重要なポイントになってまいります。例えばちょっと質問の順序が前後して恐縮ですが、先ほどの次世代燃料電池開発に関わる規制改革要望は今何か出ていますでしょうか。はい、どなたが。はいはい、内閣府行政刷新事務局田地一志参考人。お答え申し上げます。ただいまですね、規制制度改革ではですね、再生エネルギー関連、それから電力改革関連、その他省エネ技術基準等ですね、多数の規制改革要望をいただいております。それにつきまして、ただいま調整しているところでございます。はい、大塚君。この次世代燃料電池に関してはですね、おそらく環境評価法、環境影響評価法が問題になってくると思うんですが、この環境影響評価法についてどういうものか、もしご説明いただければよろしくお願いします。はい、細野環境大臣。いわゆる環境アセスでございますけれども、この法の中ではですね、規模が大きく環境影響の程度が著しく、あるというものについてはですね、そういう恐れがあるものについては、この事業を第一種事業と定めておりまして、アセスの手続きの対象といたしております。またこの第一種事業に準ずる規模、大体 75% ぐらいというところで引いておりますが、これを第二種事業ということで定めておりまして、その中で、例えば、発電所などの場合ですと、事業を行うですね、経済産業大臣が、環境影響の程度が著しいものとなる恐れがあると、判定したものについては、先ほど申し上げた第一種と同じような、手続きをするということになっております。はい、大塚君。皆さんのお手元で見ていただいたこの SOFC という燃料電池はですね、研究者の皆さんのご認識では、環境へのマイナスの影響はほとんどないというふうに認識しておられるようなんですけれども、それでもなおかつ今おっしゃった環境影響評価法の第1種事業、第2種事業というこういう現行の規制に基づいて環境アセスを求めますでしょうか。はい、それじゃ
環境省白石純一総合環境政策局長。お答え申し上げます。先ほど のアセスメントの発電所にかかる規模要件で申し上げますと、火力発電所については第1種が15万キロワット以上、第2種が約 75% ということで、11.25 万キロワット以上のものが該当し、アセスメントの対象となり得ます。大塚康平君。ちょっと趣旨が違うんですね。研究者の皆さんは環境へのマイナスの影響はほとんどないという認識をしておられるんですが、それが立証されればこの規制については緩和をするおつもりがありますか。はい、白石厚生局局長。環境庁局長。はい、実は今回の規制改革の中でもアセスメントにつきましては、特に不必要なまでに時間をかける必要はないではないかというご指摘がございます。その関係でなるべく特に役所の方の審査にかける時間を短くするべきだというご指摘がございまして、それはその方向で検討しようということになってございます。またリプレイスといいまして、同じようなものの例えば火力から火力へというふうなことで、機械を更新をするような、設備を更新するような場合があります。そういう時に関しましても基本的には、アセスメントの時間をなるべくかけずにやれるようなさまざまな工夫をするべきではないかというご指摘がございまして、それはその方向での検討をしております。個別この先ほど資料がお配りになられましたものについてはまだ実用段階ではないので、どのようなことがあるかということについてはまだ検討は行われていない状況にございます。しかし方向としては同じような方向になろうかというふうに考えております。大塚康平君。細野大臣、よく聞いておいてくださいね。これ普通に環境アセスやるとですね、3年から4年かかるんですが、今原発代替エネルギーを早く開発しなくちゃいけないという中にあって、研究者の皆さんが今年9億いただければさらに研究を加速して実用化も近いと、で環境への影響はないと自分たちは思っていると。でその時に我々政治家やあるいは議会がしっかりそれを見ていないとですね、また環境省のところに行ってですね、いやいやこれは環境アセスちゃんと4年やってくださいとかと言ってどんどん遅れていくわけですね。だから、参考人で結構なんですけども、この件は研究者から相談があった時には必ずこれは野党の皆さんの関係の部門会議にも行っていただきたいし、与党の我々の関係の部署にも報告に来ていただく、そして勝手に物事を進めることがないということでよろしいですか。そこだけ確約してください。はい、環境省白石誰、環境大臣細野豪志君。ご指摘非常にごもっともだと思います。環境省の中でもいろいろ検討してるんですけども、やはり少し視野を広げて環境を捉えていく必要があると思うんですね。ミクロでいうとこの事業をやるときの環境アセスというのは極めて大事だし、それは精神はこれからも守っていくべきだろうと。しかし全体としていうとですね、日本の環境を維持するためには再生可能エネルギー、こういう蓄電も含めてですね、相当しっかりやっていかないと、国の環境を守れない、そういう観点からこのアセスというのをですね、どういうふうに捉えていくのかという視点はこれは欠かせないというふうに思います。私も直接事務方に指示しまして、その短縮には努めておりますが、こういう新しい事例についてですね、どのように適用していくのかということについては国会の皆さんの意見もしっかりと尊重したいと考えております。はい、大塚君。ありがとうございます。本当にこれはもう与野党関係なくですね、この10年一日のごとしというか、逆ですかね、極めて長い時間かけて、よその国であれば1日2日1年半年で終わるようなことが日本は遅々として進まないと、これが我が国のいろんな問題の背景にありますので、これから規制改革はですね、もちろん安心安全のためとか強化をするべきものもありますけれども、その逆のものについてはどんどん弾力化をしていく必要があると思っております。これに関連してもう一つお伺いしますが、細野大臣にバーゼル条約についてちょっとご説明をいただきたいと思うんですが。はい、細野環境大臣。
いわゆるバーゼル条約といいますのはですね、正式名称としては、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関する、バーゼル条約ということでございまして、1989年にですね、スイスのバーゼルで採択された有害廃棄物の輸出入を規制する国際条約でございます。この条約の中では、有害廃棄物等の国内処理の原則、輸出国による輸入国、通過国への事前通告及び輸入国、通過国からの同意取得の義務、さらには不法取引が行われた場合等の輸出者にですね、による再輸入等の義務等を規定をしております。まあ、つまり、基本的には廃棄物は国内でしっかり処理しなさいと。で、それが海外に行く場合については、きちっとこれは規制をしてですね、他国に押し付けるようなことがないような形の、そういう条約になっております。で、それに基づいてですね、これを履行するために我が国においては、特定有害廃棄物等の輸出入の等の規制に関する法律という、まあ、いわゆる、バーゼル法が整備をされているということでございます。はい、大塚康平君。まあ、先だってその北九州福岡に行ったときにですね、まあ、これ会社の名前申し上げてもいいと思うんですが、日本磁力線工株式会社という、まあ、いわゆる都市鉱山ですね、携帯電話とかテレビの基板とかそういうものを集めてですね、まあ、実に見事にそこから貴重な資源を自動的に選別をすることを行っておられました。で、そこで話を聞いてましたら、バーゼル法の話が出てきたんですけども、その小型電子機器やその電子基板の輸入などに関して、あるいはその国内のでの調達に関してですね、書類の交付手続きの簡素化や申請審査の地方自治体への権限移譲をぜひお願いしたいと言っておられましたが、大臣、ここで分かりましたと一言言ってもらえませんかね。分かりました。いや、その環境大臣。手短でという話を後ろでもおっしゃってますが、まあ、ちょっと一言ではなかなか語り尽くせない問題がございまして、まあ、このバーゼル条約、バーゼル法が導入されたときというのはですね、まあ、それこそ先進国が途上国に廃棄物を押し付けるというようなことが、まあ、非常に問題になった時期でございまして、かなりまあ歴史もあるし、まあ、これはこれで大事な条約であり、法律であるというふうに思っております。で、今ご要望が出ているのはですね、こういう手続きをもっともっと簡素化して、逆に日本が輸入するというようなことを考えておられるわけですよね。そういうことですね、それにはやはりしっかりと対応するように、していかなければならないと思っております。で、必ず国同士の、これまではですね、少なくとも国同士のやり取りだったわけですね。環境省がそれを受け取って、相手国に確認をするという、このやり方を取っておりますので、まあ、どうしてもこれまでの考え方に基づけば、国の関与は、これはもう必要な部分がございまして、その手続きをとにかく簡素化をして、相手国に対してもしっかりと返事を求めて、やり取りしていくというのが、まあ、現段階では我々として考えているところということでございます。はい、大塚君。お若い大臣にしては頭があんまり弾力的ではないなという気もしますが、いや、細野さんね、まあ、親友ですから、ちょっと口が過ぎたら申し訳ありませんけれども、まあ、しかし都市鉱山 その資源を全国全世界から集めるというときに、本当にその国がこれ、全部窓口になってですね、ボトルネックにならないかどうかっていうのは、まあ、ぜひよくお考えいただきたいと思いますし、それからまあ、私も厚生労働省や内閣府で仕事させていただいて、まあ、自民党や公明党の皆さんもそういうご経験がある中でですね、その役所の皆さんが、いや、大臣、これはこういうふうにしなきゃいけないんですっていうふうに、まあ、ご説明にいらっしゃったらですね、法的にはどこにそれが根拠となっていて、その文言からどういうふうにそれが読み取れるんだということをですね、ご自分が腹に落ちるまで徹底的に詰めていただかないと、やっぱり現行の規制は変わらないということが続くと思うんですね。まあ、その辺についてもう一回ご答弁いただけるとありがたいんですが。細野環境大臣。そうですね、今ご指摘は非常にごもっともでございますので、まあ、そういう形でもう一度私も確認をしてみたいと思います。まあ、今大体3ヶ月ぐらいでやれているようなんですが、
これを例えば国がもっと簡素化して短い期間でできないのかとかですね、自治体に関与していただく場合は、どういった形でできるのか、そこはしっかり詰めた検討をですね、してまいりたいというふうに思います。大塚君。我が国がですね、現在のこの国難を乗り切るためには、一つは議会の場でですね、各政党が与党野党しっかり議論し合って、しのぎを削るということも必要なんですけれども、ある意味議会対行政、政治対行政ということもありますので、この規制改革、今申し上げたような点についてはですね、野党の皆さん方の担当の会議にも、ぜひいろいろ役所の方をお招きいただいてですね、どうしてそんなに時間をかけてやらなきゃいけないんだとか、いろんなことを各政党がいわば一致結束して行政と向き合うということも必要だと思いますので、これは私の意見として申し上げさせていただきたいと思います。さて最後の質問になりますが、規制改革の中でも去年の原子力発電所事故を受けてですね、エネルギー関係の規制改革が大変重要になってきておりますが、これらについて今どういう方向で進んでいるのか、今日は副総理においでいただいてますので、現状をお聞かせください。岡田副総理。エネルギー、とりあえず自然エネルギーのですね、分野についての規制改革について、現在議論を行っているところです。今後、原子力エネルギーに対する依存が低下する中で、他方で、今ガスの輸入なども増えておりますけれども、地球温暖化問題を考えればですね、なるべく自然エネルギーを増やしていくということは非常に重要です。でそのための手段として一つは固定価格買取制度、これは間もなく動き出すという道はついたと。でもう一つがやはり規制改革だというふうに思います。でこれを集中的にですね、今議論しておりまして、3月末までに、一定の方向性をきちんと出したいというふうに考えております。関係の副大臣、大臣もお見えですけれども、特に太陽光発電につきましては、工場立地法上の位置づけを見直すことができないか、これはもうすでに経産省の方でいろいろなご決定をいただいているところであります。でそのほか、小水力発電の導入促進のための河川法上の許可手続きの簡素化とか、風力発電、導入促進のための自然公園における風力発電施設の審査に関するガイドラインの見直し、地熱発電の導入促進のための自然公園内の地熱発電に係る自然公園法の規制の見直し、それから電力会社が保有する送配電網について、第三者、つまりこれは発電者ということになるわけですが、第三者利用に向けた情報開示の促進など、関係府省と連携しつつ現在最終調整を行っているところでございます。早くしっかりとしたですね、結果をまとめて、そして今月末の閣議決定を目指してですね、調整を急ぎたいというふうに考えております。はい、大塚君。副総理にもう一つお伺いしたいんですが、今回その閣議決定するにあたってですね、それぞれの項目の規制が法律に基づいた規制なのか、政省令に基づいているのか、その他の根拠なのか、あるいは役所が規制しているのか、あるいは独立行政法人などのルールなのか、そういうことについても全部洗い出していただくという理解でよろしいでしょうか。はい、岡田副総理。規制改革の議論というのは、どういう規制があって、どこをどう変えなきゃいけないかという、そういう議論をしておりますので、当然、それは法律の問題なのか、政令、省令の問題なのか、運用の問題なのかということは、当然明らかでございます。今回、方向性を出すだけではなくてですね、やはり行政刷新会議において、これをきちんと定期的にフォローをして、各省庁に確認したことをやっていただくと。ということはしっかり進めていきたいと思っています。はい、大塚君。閣議決定の文書の中にですね、この項目はこれは法に基づくものか政省令なのかその他なのかって明記をしていただくことがですね、非常に重要だと思います。
法に基づくものであれば法改正が必要なので一定の時間がかかるのは分かるんですけれども、やると決めたものについて、その根拠ルールがですね、政省令やその他の内規のようなものであれば、それはもう1日2日で変えようと思えば変えられる話なので、そこのところをぜひ明記をしていただきたいというのを、もう一回お願いをしたいんですが、いかがでしょうか。岡田副総理。明記をするというか、それはもちろん明らかなんですが、そういったことを何が障害になっていて、それをどう変えるかということも、当然、今、議論しておりますので、明らかにしたいと考えております。決めたことはきちんとやるという前提で、物事を議論させていただいているところでございます。法律改正しなきゃいけないものというのは、そう実は多くないと思いますが、各省庁がやらないなら、内閣府で束ねる方ででもやってしまってもいいというふうに思っております。はい、大塚君。期待をしておりますので、ぜひ副総理の下で進めていただきたいと思います。今日はもう谷議員が開始早々大外刈りで試合時間を短縮していただきまして、少し予定より早いですが、これで終わらさせていただきます。どうもありがとうございました。以上で谷良子さん、大塚耕平君、民主党の質疑は終了いたしました。